赤坂御用地。赤坂御用地は東京都港区元赤坂にある皇室関連施設の名称であり、敷地内には以下の御所、宮邸がある。また、敷地の内部には園遊会が開催されることで知られる赤坂御苑がある。財務省によれば、赤坂御用地の資産価値は1565億円として計上されており、1平米あたり30万円程度。 現在の住所で、東京都港区元赤坂2丁目のほぼ全域を占める赤坂御用地は、江戸時代、紀州徳川家の神屋敷、紀州藩赤坂藩邸があったところで、明治維新後、政府に接収されて、提出、現在の皇室に献上されたものである。赤坂御用地はもともと他の御領地などと同様に皇室財産であったが、 第二次世界大戦の敗戦と日本国憲法の交付とともに日本国有に移され国有財産たる皇室用財産として皇室のように強制られている。1873年明治六年に出荷により皇居が消失した際は明治天皇がこの地に移り1888年明治21年に新皇居。 明治宮殿が落計するまでの間、ここを皇居としていた。赤坂御用地の北東に隣接して、迎賓館、旧赤坂離宮があり、訪日した外国品格の接遇に用いられる。東宮御所は、赤坂御用地の北部に位置する皇太子、なる人新郎一家の御所である。2019年5月以降は、なる人新郎の即位に伴って、赤坂御所として使用され、 その後改修を経て、上皇となる、近城天皇の戦闘御所としての使用が、検討されている。改修が終わるまでは、高輪皇族邸を戦闘御所のご家具とする予定。秋篠宮邸は御用地の南東部に位置する、秋篠宮家の宮邸である。北に赤坂東邸が隣接し、正門は、辰見門という。秋篠宮道儀は、成婚当初、 1931年、昭和6年に、宮内省目のと感謝として建てられ、1968年、昭和43年から1989年、平成元年まで、高塚坂ずこが使用した、家具所を居宅部分として使用していた。250平方メートルほどの内庭がありまこ内心のを過去内心の誕生により増築した。木造モルタル平屋建てで、 術床面積105平方メートル、増築後200平方メートルであった。この家具所は1990年、平成2年6月から使用していた。その後の秋篠宮邸は、1972年、昭和47年10月に改修した旧、秩父宮邸を1997年、平成9年3月から原宮邸として使用しているものである。 現在使用されている旧秩父宮邸は接遇の間として使用されている。1998年、平成10年、住居部分として建築、発出された付属邸を私有の居宅部分として使用している。地上2階の鉄筋コンクリート建てであり、宮邸の総敷地は1417平方メートルで、私有の居宅部分は472平方メートル。 一階には八畳ほどの広さの厨房があり、それと隣接して、自助長や自助が詰めている事務所がある。文みと新能が講師となった後は、増築が予定されているほか、赤坂東邸も、秋篠宮邸と一体となった利用が、検討されている。高窓宮家の宮邸、南仏アールデコ建築で寄せ棟作り、南側に位置し、 三笠宮邸に隣接し正門は難門。高窓宮邸は、1986年、昭和61年12月から使用されている。地上2階建ての鉄筋コンクリートで、総工費は4億377万円。休務官、次女、事務室を含め19室あり、パーゴラのある中庭がある。三笠宮陶邸と読む。かつての肝心神王の宮邸。 ともひと新農邸、南側に位置し、三笠宮邸に隣接する。正門は難門。地上2階の鉄筋コンクリート建てであり、外回りを含めた、総工費は3億8591万円。当初は、官銀新農邸として、1982年、昭和57年12月から使用されている状態となっていた。2012年6月。 ともひとの皇居に伴い、当主不在のまま、ともひと家のの構成員が、居所はそのままに、三笠宮本家に合流することになったため、2013年7月末に、現在の三笠宮東邸に改められた。5人の次女のための次女棟が90メートル、次女棟を抜かして15室、当初計画より40メートル広く建築された。 三笠宮邸は御用地の南側に位置する三笠宮家の宮邸であり、高窓宮邸と三笠宮東邸との間に位置している。正門は南門。延べ床面積は千六十八平方メートル。三笠宮邸は九百七十年、昭和四十五年十一月から現宮邸として使用されている。赤坂東邸と読む。一時は東宮仮御所とも呼んだ。 1990年2月28日、皇太子、なる人親王が独立のために引っ越す。1997年6月から1998年3月まで、皇太子同妃が、東宮御所改修工事のため赤坂東邸、東宮仮御所に引っ越し。2008年8月から2009年8月、皇太子一家が、東宮御所改修工事のため赤坂東邸、 東宮仮御所に引っ越すなど、皇族が仮住まいなどに使う、共用の邸宅である。東側に市南に、秋篠宮邸が隣接する。1984年、昭和59年、2月に、高窓宮家の新郎道費が、宮邸建築のためにこの屋敷を使用した。赤坂東邸の本邸は総工費が2億6千万円。 職員棟は1億3500万円である。1984年に建設され、総工費2億6000万円。延べ床面積は700平方メートル。1989年、平成元年、皇太子なる人親王の独立のため1億3500万円で、改修職員約40人を収容できる、建築鉄筋プレハブ2階建ての付属邸を、建築された。 1993年、東宮仮御所を結婚までに一部改修するほかを和田、政子の希望を入れ全面的にリフォームした。1990年、平成21年1月29日に、付属棟の落成式が行われた。将来的に、秋篠宮邸と一体とした活用が検討されており、共用の邸宅としての機能は、戦闘御所の御家具としての使用が終了してからの、 高輪皇族邸に移されることを予定している。赤坂御苑は赤坂御用地の中央に位置する池を中心とした海遊式庭園がある。1963年昭和38年以来天皇主催の園遊会会場として用いられることからテレビ、新聞などのメディアに登場する機会が多い。赤坂御用地の正門は北側の安珍坂に面している。 薬井門形式で、サメが、橋門と呼ばれる。前庭や裏庭には、皇后、美智子のお印ししである、白樺が植えられている。他に、角宮邸への出入り、等に用いられる門が御用地の南側と東側に、いくつか設けられている。赤坂御用地は、国有財産であるが、原則非公開で、一般市民は原則として立ち入り禁止となっている。 航空警察本部のご縁書の一つ、サメが、橋門の東にある、赤坂御用地内及び時は待つ御用邸、日立宮邸の区域を担当する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。